禁止飲み会って早速インスはい、はい、ありがとうございます。わあ、私の景色北海道のあゆこさんっていう人を歌ってるところが、はい、最高の立道に合わせて、はい、息をすごい入れてくれたんですよ。せっかく高玉と太陽鳥せっかく高玉ではい星が瞬く夜に A メロは先はその収録現場を生放送でもお届けという、こっちは YouTube 始まって、 YouTube 始まって、はい、もう3人見てらっしゃる3人しか見てないはい、どうも博多のバンドマンです。今日はですね、新年スペシャルということで熊本県山川温泉来てます。僕の師匠ともいえるグレイの久志さんのですね、久志チャンネルでグレイの皆さんと毎年新春恒例のカタカナ禁止飲み会っていうのやってるんですよ。これをちょっとリスペクト込めて、なるほどですね。で一番その言っちゃった人が今回の泊まり代。おお、ちょっと待って、ちょっと聞いてないな。これ聞いてないぞ。これ10万以上かかってますから聞いてないか。外来語ってことですかね。外来語やったり、あの擬音もダメ、うん、バチバチとか。バチバチはカタカナやろ。トヨタってどっちですか。トヨタは完全にカタカナです。カタカナですね。はいはい、了解です。確かに。よーい、スタート、はい、今もう早速インスありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。アウトです。アウトです。りょうやくん、まずは自己紹介を。あ、そう、そうやね、うん。自己紹介からいきましょう。そうそうそう、はい、あなたが誰なのかを。まず一人とりあえず、じゃあ私から、私が、リーダーの松隈健太でございます。通称。いや、あれあザルかなちょっとデビオール感してるやん。兄貴こと。兄貴こと。松に。兄貴って、あ、カタカナや。兄貴は漢字の兄貴するわ。あ、そう。兄貴は多分。あ、そう。兄の。じゃあセーフ。セーフじゃない。セーフじゃない。微妙じゃないですか、それ。これむずいわ。微妙よ。これむずいわ。すまんなぁ。すまん。社長の松隈漢字の健太でございます。はい。健康に太い健太でございます。健康に太い。そして、はい。私が、音楽対応をやっております、ワタクラブという音楽隊ですね。ワタクラブ、はい、ワタクラブで6本の弦をかき鳴らして歌を歌ってる塚田漢字でりょうやです。はい、よろしくお願いします。素晴らしい、はい、ね、はい、そしてはい、私はですね音楽を作る集団の一人のなんていう集団ですか。むずむず交差たち渋谷の交差点たち、渋谷の交差点たちですね、の、漢字で、お湯の湯に野原の野に宇治でゆのしです。はい、はい、はい、そしてヒゲの方。はい、私が曲を兄貴の隣で作っております。田中圭太です。よろしくお願いします。はい、はい、はい、そして最後。はい、私は、3人音楽隊のワタクラブの、予言低音源。予言低音源予言低音源黒川宗志でございます。あの一番感じ、はい、イエーって言った。えおーわーイエーって言った。イエー方々ですから、そのノリいけんすね。イエーはダメです。厳しいっすね。ダメですよ。自己紹介終わりましたね。はい、というわけで皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。出演者4人と、はい、A 社機担当の田中でですね、はい、某巨大動画サイト、はいはい
ひねって ひねりのように ひねってそんなわかった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 まんまとやられましたね動画、はい、じゃあちゃんとポイントあ、もう点数ですね。パターンの点数つけて、はい、やってますよ。最初の動画、はい投稿媒体にて、はい、あなたの九段みたいなやつですよね。あなた九段みたいな。あなたの通称あなたの九段。そんな通称なんや。そう、はいはいはい、そういうあなたの九段で確かに俺たち博多の楽器隊となんか愉快ですね音楽隊という、はい、配信している、はい、5人で配信正月特番を、はい、撮影するために、はい、熊本県山田山田市平山平山温泉稲村さんという、ね、旅館に来てですね、はい、日本語の平山じゃない方の平山じゃない方の言葉を使ってはいけない、飲み会というものを開催しております、はいあかそういう感じですね。神経使いますね。兄貴の激弱さがすごい。俺今弱いよね。弱いですね、今のとこは。な、何飲んであ、これ、はい。どっちだからな。ブブー、あ、ブブーだな。来た、あ、それだからだね。来た。ありがとうございます。そうだ、俺が日本語が多いわ。確かに。日本語が多い。ありがとうございます。ちょい待てこれ。さあ難しいですね。ちょっとあの、今こちらの、はい、写真投稿媒体、配信投稿媒体、配信媒体の方から、はいはい、文言が、文言が、はいはい、うまいがね、うまい、確かに、はい、神聖うんこ偶像の、なんだ。神聖、はいはいはい、うんこ偶像という、はいはい、今日、代々木で今日、代々木でライブをやった催し物今、ライブって兄貴6人の代々木の楽曲で一番好きな楽曲は何ですかと、はいはい、こういうのが届きますので一人ずつ曲名とうわ、はいはい、なぜなのかということを発言ください。はい、じゃあ私から、私からどうぞ。私はさらばかなが、あちゃさらばかなが、カタカナだったダメだったそうか超日本語だねどれ好きな楽曲ですね、はい、ですね、はい、うわー高い玉でお願いします。高い玉。エロい。高い玉。高い玉で行きましょう。はい、はい、はい。今、エロいって言いましたよね。今、また言いました。また言いましたね。もう一つありますよ。何がむずっ。3。3? 3って何？太陽バード。ああね。太陽バード。太陽撫でてんの間違えた鳥じゃなかった。太陽鳥だ。2ぐらいですか。はい、2回ぐらいいました。太陽鳥と、はい、角高玉と太陽鳥、角高玉で、はい、角高玉で一緒のやつがお願いします。はい、じゃあ好きな楽曲、はい、続いて、はい、すいません、曲名がちょっと思い出せないんですけど、うん、歌っていいよ。言わないで、あ、いや、めっちゃくちゃ肩回ですね。え、全然、星が瞬く夜に、まあ、A メロは今のやべえ、間がすごかった。今もう顔もやっとる、完全に少しでも歌わせたくて。どうぞ、ね、あそばゆのくん、僕はですね、私の島の逃避行、私の島の逃避行、また逃避行わかった意味が違う。あーね、あーね、はい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 、はい、まあでも大体、はいはいはい、違う、あ、意味が違う、ちょっと違う、私の景色っていう意味なの。あれこれじゃないか。英語で言う5文字目がナイトよ、うん、あれで景色っていう意味。ああ私の景色って、そうですね、そう、うんうんうん、
私の景色。ああ、はい、そうです。それそれ。で、理由ですよね。あ、理由も言わないと。理由はですね、僕が、やっぱ一番感動して、これを聴いてめっちゃ泣いたんですよ。はぁはぁはぁ。曲の中でも何が良かったっけ？ファン盛り上がりに行くときに、じわじわと来てたものが、一気に爆発した感じがして、はいはいはい、そこでグッと心に来ました。グッとグッと、あ、ダメです。グッとってグッとはダメです。グッとダメじゃないですか。グッとって、あの、ギオムショップだって平和だよ、カップ。高橋さん。あったかい。えぇ、ー、アウトーアウトはい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 。うざっ。いやでも本当にその曲すごくてね、僕が、はい、元をやらせていただいたんですけど元基準、ね、元基準をやってるんですけど、はい、やっぱり同じおーっと同じ和音の積み重ねではい、はい、進むんですけど、そうですよね、やっぱそれであんなにたくさんメロディーがね来るのが自爆です。はい。たくさんやっぱ、たくさん、すごい種類、旋律の種類がすごくてですね、そこはやっぱすごいですよ、松兄はやっぱり。すごいですね。うん、感動しましたね。うん。あれは良い、表作でしたね。良い表作で。そうですね。制作の方法とかもね、世間の放送局で流していただいて、あそこで初めて僕らの会社の作り方みたいのがね、あ、見ました見ました。そうそう、この前、はい、福岡に、はい、某夜遊ぶ人たち、あーはい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 、はい、夜遊ぶ二人組、はいはいはい、絶対あれや絶対あれや彼がいるでしょ彼がその放送で、うん、僕らが作っている映像を見てましたと言ってくれて、はいはいはい、あの公共放送で、あの公共放送で、今回説明してくれた時に言われまして嬉しかったです。嬉しいですね。あの曲はやっぱり北海道のあゆこさんっていう人を歌ってるところが息をすごい入れてくれたんですよ。息継ぎの、はいはいはい、息継ぎをこうなんていうんですかね、律動に合わせて、律動に合わせて太鼓の律動に合わせて、はい、まで含め、はい、音楽を奏でてくださって、はいはい、そして大阪の酒焼け声の人が、彼女はまた素晴らしい声の持ち主で、はい、酒焼けボイスで、はい、はいはいはい、何で今もスーッて行けばよかったのに、スーッて行けば、なんで今自分でボワー言う、難しいやって、今自分でブワー言ってブワーはしないダメ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 、キートスに言ってますよ。あの落花生の中身ないないと、あれ、あーはいはい、混在ミックスなんで今これ単純に読んだ読んじゃった、ね、ここにバッとえっあ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 っ社長が言うなら、はい、パッとです。まあまあ、パッとですね。仮面の黒い太陽のやつを覚えてますか。ああはい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 。ああ黒い太陽ね、はいはい。あれの兄貴が作った二輪音をね。二輪音ですね。仮面二輪音。変態じゃないですか。それの仮面二輪乗り黒い太陽の主題歌。というか、うん、あの一番最後主となる音階あるじゃないですか、うん、あれなんかあのとあるさあれで流行っとったっすよね、うん、あれ何でしたっけ、あの、はいはい、わらわら大百科ねわらわら大百科の笑顔の、あ、なんと、はい、もう30分になりました。早っ早っ。じゃあ集計、はい、集計をしますか、しましょう。第5位から、第5位
宗師。お2。意外と2です。そして同率3位になるのかな、田中ゆのし3。待って、ここお二人2位の数と1位の数を教えてよ、はい、2位は8回、いい数、1位11回、単位が10超えてる、はい、第1位、兄貴カモです。第2位りょうやくん、8回ということで、兄貴がこれもう一回やりましょうか、もう一回やりましょうね。はいはいはい、延長戦、延長戦。やっぱスプラトゥーンでもあるけん、延長戦は。確かに。PK みたいな。PK みたいな、そう。盛り上がりましたけど、やっぱり。僕は、龍玉です。あ、龍玉ね、龍玉はやっぱみんな好きだよ。龍玉はね、死の覚え書き。センスある、あ、センス面白いね。何て食べるよ、センス切ったよ、はい、センス、はいはいはい、センスと言いました。第1位10回発言、動画見てくれてありがとう、チャンネル登録高評価よろしく、次の動画も絶対見てくれよな。それじゃあ Bye!